友部幼稚園の高野です。今回はですね、友部幼稚園の運動会の楽しみ方ということで、お知らせしたいと思います。友部幼稚園の運動会楽しむためには私3つのポイントがあると思っていますので、の3つのポイントですね、ご紹介したいと思います。まず1番目ですね、第1番友部幼稚園の運動会の会場でもあります、ここですね、応援席という書かれているところがあります。それから保護者様撮影場所、本部のすぐ脇ですね、この場所をぜひ活用して、ください。こちらのルールといたしまして、まず応援席のルール、応援席から撮影場所のルールとしまして、ずっとここにいることというのは禁止させていただいております。だからご自分のお子様が出るときだけ入っていただいて、で、ここでご自分のお子様が終わったらば、他の人に交代していただくと、ずっとここにいて、場所を占拠することはできません。ですから皆さん交代でですね、この応援席から撮影場所というのをご利用いただきたいと思います。ですからシート席とかここら辺の席とかですね、無理にこういいところを前の日頑張って取らなくてもですね、この応援席の方から撮影場所の方ですね、こちら辺を活用していただければ、もう本当に最前列でこのシート席よりも前のところでお子さんを見ることできますので、ご安心ください。本当席取りの必要がないです。そしてこの応援席の中は全員腰を下ろしていただきます。それから三脚とかですね、一脚とかそういったものの使用というのも禁止させていただいております。この撮影場所の方は三脚立てていただいて、から立っていただいても結構なんですが、まあ譲り合ってですね、皆さんお使いください。皆さん同じ友部幼稚園の保護者様ですのでですね、見える見えないとかあります。そういったところでトラブルにならないように、それが一つコツですね。応援席を利用しながらトラブルにならない、譲り合うということですね。それが楽しい運動会のコツの一つだと思います。ぜひこの応援席撮影場所の方をご活用ください。でこちらも今言いましたようなルールというのがあります。ルールを守るということが楽しむことの大前提になると思いますので、皆さんルールを守ってですねお使いいただきたいと思います。私もこう時々こう見回していただいてですね、お声掛けさせていただきたいと思います。それから、2つ目のコツですね、友部幼稚園の運動会ではですね、皆さんにこう出場していただく競技っていうのが結構あります。親子競技とかですね、それからおじいさんおばあさんの競技とかですね、そういったものがあります。あと未就園児さんの競技もあります。そういう競技にですね積極的に参加してみてください。結構こうなんて言うんだろう、最初はこうハードルが高くてですね、なかなかこうおじいさんとかも声かけても言ってくれないんですけど、走ってみると「あ楽しかった」って言ってくれる方が多いのですね。特におじいさんおばあさんの競技なんかこうオープン競技でです、事前の登録も何も必要ありませんので、出ていただけると楽しいかなっていうふうに思います。そういうふうにですね、運動会そのものを楽しんでいただくっていうのが大事だと思います。すごく離れたところにですねテントとかを立てて、そこでゆっくりなさってる方っていうのもいるんですが、それはそれでいいのかなと思いますが、それ以外のですね、競技とかを見たりとかですね、自分が出てみようと思ったり、出なくてもこう出てるような気持ちになってですね楽しんでいただくというのが運動会というのはいいんじゃないのかなと思います。積極的にということですね、これが2番目のポイントになります。それから3番目のポイントです。これは私からの提案になります。運動会の目的の一つって言いますか、大きなものとして子どもたちにその自信をつけさせるっていうのがあるんですね。1学期から子どもたちものすごくこう一生懸命練習してます。でそれをこの広々とした小学校のグラウンドの中で披露をしまして、皆さんからこう拍手をいただいたりですね、よかったねって言われる。それが子どもたちのものすごく自信になるんですよ。
私ずっと幼稚園入ってから、まあ、15年ぐらいになるんですけれども、ワゴン車の運転をしておりますが、本当に運動会前と運動会終わった後って子どもたち の, あの表情とかですね、あの全然違ってくるんですね。あの俗な言い方ですが、一皮むけたっていう感じになります。自信をつけた顔っていうのは大人も子どももやっぱり違いますよね。そういった顔に子どもたちがなってきます。そのためにはお父さんお母さんたちの声援とかですね、そういったものが必要です。それと何よりもこういったイベントっていうのはライブっていうのが一番私は楽しいと思うんです。運動会に限らずスポーツ観戦であったりコンサートに行ったりとかって、私も趣味がありますのでよく行くんですけど、テレビの中とかで、やはり同じようにね野球を見たりとかっていうのもやっぱり球場で見た方が、ライブ感っていうのがあります。あの細かいプレーとかはですね、やっぱりテレビの大画面で見た方があのいろいろ分かったり解説とかあるんですけどね、もう外野のところとか内野の上の方の席とかでもそのライブ感っていうのがあります。で